今日はですね、クロケンパパ、マオイママ2人とも、合唱団のクリスマスコンサートに、出演するため結構長時間家を空きました。皆さんには帰ってきてすぐですね、おやつを差し上げましたが、いよいよ、ラブ&シオンくん外に出る時間がやってまいりました。その前にちょっと一つですね、あれを見せてくれる？クロケンパパの声はですね、オクターブ低くなってます。ちょっと喉をやってしまってですね、ちょっとドスの効いた声になっちゃいました。で、まあまあ、いい感じでやりましたが、これじゃじゃーん、これは、今日のまあお疲れ会というかですね、お子様たちを喜ばせるための会があってですね、それのビンゴ大会で、マオイママが取りました。はい、猫の手ちょっと手をはめてみ、はい、はい、ジャン君どうですか？全然怖くないね。肉球プニプニなの。プニプニ。結構触り心地が本物っぽいんだよね。プニプニなんだよ。なんだっけ、クッションにこんなのあるね。ソファーっていうか。あとね、なんだっけ、キーボードのところに置く、マウスみたいなやつ。マウスってマウスじゃない、こう手を置くやつ。痛くならないように、はいはい、マウスパッドのなんかちょ立体のやつ、ね、手首置きもようみたいな、はい、じゃあですね、ジャン君をその肉球でなでなでして&シオンくんと戦うためにちょうどいいかでもラブシオ全然爪とかも出さないし、噛まないし、あ、噛むけど、なんだ、めっちゃ甘噛み、全く痛くないです。黒猫の肉球は本当は黒いんだけどね。そうだね、でも黒じゃ見えないもんね、なんとなくだけど、黒いとこにピンクだと熊の手みたいに見えるね。熊って何色？わからん。熊さんも肉球っぽいのは黒、黒いけど黒だと思うな。どうかな、その辺ちょっとわからん。多分そんな感じって思うはい、じゃあそろそろ出ますよ、この人たち。いいですか？はい、だいぶお待たせしました。出たかったもんね。はい、ラブくんもびっくりしたよ、ほら、ラブちゃんみたいでしょ。ラブくんの大きいバージョンだよ逃げた逃げた。ラブくんでもビビることがあるんですねラブちゃん、はい、アンズさんは、アンズちゃん、そりゃそうだね、アンズちゃんは何出しても逃げるもんね。怖いね。チョコ、向こう行っちゃったシュール、ラブちゃんおいで、おいでおいで、果たしてこれはラブちゃん避けになるのか、ラブちゃん、あ、トイレ、トイレ掃除したばっかりなのにもう汚れてるかな。ラブちゃん来た。
ブさん。なんだ怖くないね。3倍ぐらい大きいとさ、うん、猫用クッションに椅子とかになるね、うん、猫の手の上で寝る猫になるね。めっちゃ可愛いな。あ、しゅんくんにも。しゅんくん見て。あ、噛んだ。硬かった。これはジャン君が凶暴だった時に使えたね。ちょっとビビっちゃったあの頃だったらね。出てきた出てきた。肉球さ、うん、握手会とかできる。すごい気持ちいい。あ、もうちょっと柔らかいといいかも。大人の猫の硬さぐらい。はい、先生も頑張って。匂い嗅いでんな。頑張って頑張って、シャンクも頑張れ、シャンクも頑張れ、うん、なんだすごい興奮してるぞ、うん、うんうん、すごいね、うんうん、扇風機早く中の方まで吹いて、マックくんの後ろに戻さないと、マックちゃんを増やさないと。
しおくんもどうぞ。おトイレどうなってるのか、うん、掃除したの。あ、そうなんだ、うん、ちょっとなみなみしてるかな、固まっちゃった。よいしょ。はい、アンドちゃんはちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ごめんね。これとカリカリも食べてないね。こっちもあるよ。どうぞ。うん、ちょっと触れたね。